パジャマスクどもがお前たちの後ろの林にいる。キャットボーイを下ろして捕まえろ。待てブリキ艦、行くんじゃない、罠だ。それじゃあみんな丸太を使って戦おう。おーい、あー見て、おー見て、うー、残りが来るよ。みんな位置について。こっちだよロボット。おじゃマスク殿は何をする気なんだ。ロボット水嫌い。残り1体だ、スーパーキャットスピード。猫を捕まえろロボット。よせよせ、うー、重い、どけ。やったね、月光パワーでマシンを壊して。でも壊したら他の3人が消えちゃうよ。消えるんじゃない、1人のキャットボーイに戻るだけだよ。みんな仲間だもんね。やって月光スーパー月光パワー。やったやった、覚えておけよおじゃマスク。ロボット軍団に勝っても僕に勝つことはできないんだ。そのマシンも安全な場所にしまおう。パジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。全部元通りになったね。コナーも一人に戻ってよかった。ほんと。さあ今日は何して遊ぶ。バスケットボールはどう。サッカー、サッカー大好き。サッカーやろう。あー二人がやりたいのでいいよ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。やだ、びしょ濡れじゃない。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかったキャットボーイ。スーパー結構パワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。ルナマグネットが。これじゃ何もできないじゃないの。マグネットを修理して次こそパジャマスクを倒す。やったねキャットボーイ、できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。マグを倒し街を救った。ちょっとまだ水が怖いの。うん、でも人にかけるのは平気だよ。待てロボット、ダメだ、止まれ。わわわわ、アウレットのフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい起きろこの鉄くずめ。ありがとうご主人様、元気が出ました。主人はアウレットじゃない、この僕だ。アウレットは天才です。猫のヒゲもびっくりだ。どこかぶつけたおかげでロボットの性能が上がったみたい。ほんと、いい子ねロボット。あの悪者を捕まえて連れてきて。うわー、おいこら離せ。本を全部元に戻そう。ヤモリもびっくり、僕の大
の本そんな悪くないじゃないか。ロミオ、本を読むの好きなの？え、嫌いだ。フロッシーフラッシュ、キックフラッシュ。今回はお前らの勝ちだ、パジャマスク。でも次は違うぞ。ロミオが逃げていくよ。すぐ捕まえます、パジャマスク。何？うわー頑張れロボット。それじゃ本は全部元に戻そう。うん、みんなも大好きな本を読みたがってるよね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。フロッシーフラッシュ読まないの？うん、今日はこの本にするんだ。ほら、フクロウの本だよ。欲しいのか？ああ、いいだろう。それじゃあ取ってこい。強くなったんだから簡単に奪えるだろう。強いのは分かってる。でもバラバラだったら勝てる。数が少なければお前たちはずっと弱くなるんだ。何？さあ次行くよ、ゲッコ。残りあとちょっとだね。スーパーアールウィング。やめろやめろ。みんなその中に入ってるといい。もう絶対に逃がさないぞ。待って、僕はパジャマスクじゃなく忍者リーナと修行する予定だったんだ。わかった、じゃあやらせてあげる。出てきて忍者リーナ、やっとナイト忍者と戦えるよ。あ、そんないっぺんに来るな。盗まれたものを取り返そう。やめろ忍者リーナ、今は戦いたくないんだ。運動をやめたら忍者リンドはまたすぐ弱くなるよ。ナイト忍者と戦って力を使い果たしそう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。イエーイわーい。さあいっぱい運動しよう。一生懸命体を鍛えてもっと強くなるんだ。うーん、そんな強くならなくてもいいよ。友達がついてるでしょ。やめろよ、この前アマヤが怖がったの見ただろ。ごめんね。それだけ？コナン、もういいの、ただの冗談だから。許してあげるね、キャメロン。うわぁ！うわぁ！ごめん、我慢できなくて。
パーティーゴーパワー。やった忍者リード、マシンを取り返せ。されたものを全部元の大きさに戻そう。それじゃあ最後にミニマシンをうんと小さくして消しちゃおう。やったー、パジャマスク任務成功。悪を倒し、マジを救った。本当に線のところより大きくなってる。じゃあ大きい子の遊びができるね。うん、でも3人で一緒にできるようになってからにするよ。今日はぐるぐる回るのに乗ろう。小さいうちに楽しまなきゃ。イエーイ。勢いをつけてボールを転がしてね、みんな。よし。集めて元々あったところに返そう。何？ダメ！私のよ！私のおもちゃ！私の！私の！私の！私が正々堂々盗んだのよ。ムーンボールも壊してひどいじゃない。はい、僕たちのボール使っていいよ。はあ？小さなボールでどうしろって言うのよ。あら、なかなか面白いじゃない。マグネットは置いといてあげる。さあみんな、おもちゃを返しに行こう。パジャマスク、小さな声で。悪を倒し、街を救った。サッカーで勝てると思ってるのか。ルナガールがかわいそうになってきた。ごめんねみんな、もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？お家はすぐだよ、チョウチョさん。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。グレッグ、アマヤ、見て。脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオー。ちょっとやめてよ。
ャメロン、優しくしなきゃね。こんな感じでいい？チョウチョと友達になれたね。あ、すごい、チョウチョも結構かっこいいかも。嫌なことしてごめんね。僕もだよ、ごめん。競争に夢中になりすぎて。悪いのはあなたたちじゃなくて私。何でも競争にしちゃってごめんなさい。自分が勝ちたくてやってたの。邪魔だ、どけ、まぬけなおもちゃども。ルナガール、まだやる気ね？もう競争はやめて、みんなで力を合わせよう。ルナガールに勝つの、行くぞ。何をしてたんだっけ。ああ、そうだ、また盗みの競争を始めるよ。こっちだよ、ルナガール。何？やった。返してよね。ホイッスルはもらった。試合終了よ、ルナガール。お邪魔スクはいつも私の邪魔をするんだ。ねえ、取り合いはやめて。みんな勝ちってことでいいでしょ。ルナモード、さあ急いでここから逃げるよ。次は負けないからね、パジャマスク。ルナガールも競争はもういいって思ったのかも。私と同じね。それじゃおもちゃを全部お店に返そう。たくさん運んだ人の勝ち。え、冗談だってば。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。喋るなんて絶対無理だと思ってた。きっとみんなに笑われるって。でもやってみたら簡単だった。頑張ったね、グレッグ。大変、声が。おお、冗談だよ。最高に楽しい忍者のテレビが始まるぞ。すごい技を見せてあげよう。もう終わりだ、ナイト忍者。すぐに剣を返せ。冗談はやめてくれ。僕がこの剣を持っている限り、パジャマスクに勝ち目はないんだ。待て、剣を抜いちゃダメだ、ナイト忍者。マスターファンだけが使える剣だぞ。いや、落ち着け、キャットボーイ。ねえ、忍者リーノ、君たちはあの剣を使わせてもらえないの？そのすごい剣は忍者リーノにはもったいないでしょ、ナイト忍者。
違う、そうじゃないよ。僕の方が上手だから使わせないだけだ。待って、やめろやめろ。やめるんだ、どけ。返せ、僕の剣だぞ。忍者リーノを取るな。僕が主役だからな。忍者リーノめ、頭にきたぞ。みんなよくやったね。パジャマスク任務成功。ハッカしないで街を救った。マスターファンの番組またやってるかな。待たせたな、良い子のみんな。剣を取り返してくれた者に礼を言おう。やった、僕たちのことだよ。うんうん、はいや。おお、まだ修行が足りないみたいだね。でも怒らないで。そう、自分で転んだんだからしょうがないでしょね。わかってる、うまくできるまで練習するよ。はいや。はあ、さあろうそくを吹き消すぞ。あ、なんだこの音は。いいかい、最初に乗った人の勝ち。パジャマンとヒヒは何をやってる。待って、あれもパーティーのゲームなのか。ねえ、もう一回やろうよ。僕が一番先に乗ったぞ。僕の勝ちだ。何、しまった。キャットボーイ。黙れ、忍者リード。笑い事じゃないぞ。行け、覚えておけよ、パジャマスク。オートクリーン。自動で綺麗になるからケーキが爆発しても平気だったんだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。楽しいパーティーだね、グレッグ。ありがとう。え、マスターファンの風船。グレッグはトカゲの方が好きなんだろ。そうだよ、これはコナーにプレゼント。わあ、ありがとうグレッグ。僕の誕生日まで取っとくよ。マスターファンのパーティーをするんだ。言ったっけ、マスターファンの飾りにマスターファンのケーキ、マスターファンのゲーム、あとマスターファンの音楽、あと。うん、簡単には見つからないよ。さあ、イビキサウルスをベッドまで連れて行こう。パジャマスク任務成功。あ、ごめんね、もう遊んだりしないよ。悪を倒し街を救った。ねえキャメロン、何してるの。あ、別に。これ結構難しいんだね。まあね、やり方教えてあげる。見て見て、歩いてるよ。どう、クッキーの匂いを嗅いでるよ。あと
少しだけ腐らせれば今までで一番臭い卵が出来上がるぞ。そろそろ良さそうだな。僕は無敵だぞ、お邪魔スク。クサクサ卵の攻撃だ。下校モービル尻尾攻撃、任せてね。失敗、取れなかった。おやおや、残念だったな、お間抜けパジャマスク。ダメだ。結構、どうするつもり？なかなかやるな、クサマスク。でもこの速い球を受けられるかな。結構、卵が割れたら大変だよ。いい方法があるんだ。月光モービルジェット噴射。よくやったね月光。邪魔するな、その卵を割るんだ。そんな中はダメだ。いいか、覚えておけよパジャマスク。よし、恐竜の卵の匂いを消そう。腐った卵の匂いがひどいね。でも月光モービルが見つかったから、ウォータージェットで街中を洗える。私はこの卵を博物館に戻すね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。よしと、誰が最初に卵を割る？誰か。はい、やります。臭くないといいんだけど。スーパーキャットジャンプ。さあ、気球を直して元の場所に戻そう。みんなが乗れるようにね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。穴を塞いだところ、あんまりかっこよくないね。そんなことないよコナ、結構難しかった。空を飛ぶのくらいね。二人ともそのことでもう喧嘩しないでね。それじゃあ三人で一緒に飛ぼう。イエーイ。やあロミオ、スーパーリザードグリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ。ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな。いけ結構。僕に追いつける。スーパー結構パワー。うわお前の負けだ。やった。今すぐ氷を溶かすから待っててね。
僕やったね、猫、はい、猫も驚く大活躍だよ。ほんと話をちゃんと聞かなくてごめんね。ううん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はローミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞパジャマッツ、僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな、覚えておけよ。まだ街中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。氷はもうないね。公園に遊びに行こう。それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。ここだけ溶かし忘れてたよ。